こんにちは。食べ過ぎが悩みの梅です。今日はタケノコの脱気をしていきます。脱気とは容器の中の空気を出して真空にすることで長期の保存を可能にします。今日はタケノコですが、ジャムや調理済みのソース、旅行へ行く時の赤ちゃんの離乳食なんかにも使えます。今脱気による瓶詰めで保存しているものの一部を紹介します。ブルーベリージャム、これはアプリコットのシロップ漬け。みかんジャム、先週したばかりのわらび、これは、既製のオイルサーデンの瓶に自分で釣ってきた片口イワシのオイルサーデンを入れています。梅味噌です。準備しているものです。タケノコ、トングと軍手は焼ける防止です。そして各種瓶です。きれいに洗ってあれば必要ないかもですが、一応時間も経っているので瓶と蓋を煮沸していきます。水から入れて沸騰させていきます。時々トングで回して全体に熱湯が行き当たるようにします。5分もすれば十分だと思います。瓶を取り出していきます。下の瓶も下を向けてしっかり水を切っていきます。タケノコを適当な大きさに切って瓶詰めしていきます。大きい瓶ならタケノコも大きいままで OK ですが、一回使い切りにするために小さい瓶を使っています。こんな感じですかね。全部入ってしまいました。かなり食べたので残りが少なかったです。ここに熱湯を入れていきます。瓶の肩くらいまでは欲しいところです。そこに軽く蓋をしていきます。空気を逃していくのできつくは締めないで、持ち上げた時蓋だけ取れるようでは緩すぎです。沸騰してから10分くらい加熱します。火を止めて出したらすぐにしっかり締めます。そんなに強い力で締める必要はないです。普通に締めてください。やけどに注意しながら普通にしっかり締めます。締めたら完成です。自然放置で冷ますとうまくいった時には蓋が
少しへこんできます。はい、無事完成しました。蓋がペコペコしていなければ大丈夫です。常温での保存が可能なはずですが、梅はどうしても冷蔵庫で保存しています。以上です。ありがとうございました。やってみてね。